座った状態で手をお腹に当てて20秒間息を吐きます。ですが呼吸は2回、吸って10秒吐く、また吸って10秒吐く。やりましょう。スタート。口を尖らせてどんどん長く息吐きましょう。細く長く、はい、吸って吐く。だんだん吐いていってください。お腹引っ込めながら、息止めない、どんどん吐く。 OK。 これからやる種目、今の呼吸を全部使ってください。寸前になります。このまま体を上に引っ張ります。ぐーっと上に引っ張る。息を吐く。体を戻したら息を吸ってまた吐きます。いきましょう。スタート。体をできるだけ持ち上げましょう。はい、吸って吐く。OK です。今の感じで呼吸をしましょう。次は片方膝を前に出します。このまま腰をぐっと丸めて戻したら息を吸います。いきましょう。あと腰を丸めて息を長く吐きます。残り10秒で息を吸ってまた吐きます。どんどん体を上に持ち上げてください。反対も一緒です。片足前に出したら腰を丸めて息吐く。スタート。どんどん息を吐きましょう。体を持ち上げてね。OK。はい、今度は正座からお尻上げて気をつけです。このまま体を前にふーって倒していきたくなったら上がる。いきましょう。スタート。こんな感じ、お尻が出ないように。腰しっかり伸ばして。OK。 次は今の状態で前かがみになる。手をふーってできなくなったら反対に変える。いきましょう。2呼吸。スタート。しっかりね、腹筋を締めて、はい、吸って斜め下に下ろす感じです。しっかり腹筋締めて。OK。 次は真横です。手でももの横をすらす感じ。いきましょう。しっかりね、腹斜筋伸ばして、片方は縮めて、胸張ってしっかり真横、はい、反対、息しっかり吐いて。OK。 次はうつ伏せです。肘をクロスします。このまま膝をついて同じように腰を高く上げる感じ。戻って息を吸います。2呼吸。いきましょう。あと運動の中引っ込めて、オッケー。次は片方膝ついて、片方はつま先立ちで、これで2呼吸。いきましょう。スタート。オッケー。次は足が反対です。2呼吸いきましょう。スタート。
頑張って。オッケー。ラストは仰向けです。座った状態からゆっくり倒れて腰がついたら手は上、これも2呼吸です。いきましょう。スタート。オッケー。寝たままで足を伸ばして戻す。2呼吸いきましょう。スタート。オッケー。ラストは足を伸ばして手は万歳。呼吸をするときは縮まる。いきましょう。ラスト。スタート。うわー、オッケー。寝た状態から体が起こせる人はこれからのメニュー全部起こしてください。辛い人は寝たままでいいです。まずは足を10秒伸ばしたら入れ替えます。いきましょう。スタート。息はずっと吐きます。長く吐いて体をできるだけ起こして、辛い人は腰を浮かつけて寝ましょう。入れ替えて、今ので手をつけます。右足伸ばしたら左手を万歳。反対の手を体を起こします。辛い人は寝たままいきましょう。スタート。10秒後に手を入れ替えます。できるだけ起きて、息なく吐いて、はい、反対、手足しっかり遠くに伸ばして、だいぶ体幹が意識できると思います。今度は体を起こして手は真上、これで20秒キープ。息長く吐きます。いきましょう。スタート。手を真上に伸ばして、遠くに伸ばすイメージで、辛くなったら途中で休憩して、オーケー。だー、奥に効く。今度は腹斜筋を使っていきます。手足伸ばした状態で曲げてる足を手で持ちます。反対の手は上、体を斜めにします。いきましょう。スタート。途中で手足入れ替えます。膝抱えて振り返って、体しっかりひねって、OK。 ラスト、座った状態から膝を開いてゆっくり寝ながら腰が床についたら万歳。最後いきましょう。息止めないように。いきます。スタート。うわー、いったー。